昔はやっぱりエンジンがこの2つだけではアメリカから飛んでくるのが難しくてですね、昔はアメリカとかヨーロッパから飛んでくる飛行機っていうのはエンジン3つ4つぐらいついてるのが普通だったんですが、まあ、最近エンジンの性能が上がったこともあってですね、こういうエンジン2つだけの飛行機だってもう十分安全にアメリカやヨーロッパからノンストップで成田まで飛んでくれますね。アメリカ、ロサンゼルスからの到着ですね。あ、最近エンジン3つ